こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき、誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため、YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは、概要欄に添付しています。合わせてご覧ください。さて、今、話題のこちら。白州蒸留所金星原酒ハイボール香るスモーキー白州プレミアムハイボール缶、ね、ですね。はい、まだ飲んだことがありません。初めてトライしてみます。こちらは白州の、原酒の中でもハイボールに向くという原酒だけで作られた、ハイボール、缶ハイボールです。アルコール度数は 9%。こちらはグラスに氷を入れて召し上がってくださいということです。このままではなく。では、グラスに氷を入れます。大きめ2個ぐらいがいいと思います。そして注ぎますが、グラスに注ぐとき1個だけポイントがあります。まっすぐ注いでしまいますと、どうしても気泡が抜けすぎてしまいます。ちょっとグラスを斜めにして注いであげてください。気泡が比較的飛ばないで済みます、はい、氷がくっついている場合がありますので軽く捨て出します。こちらは冷蔵庫でよく冷やしておいてください。ではいただいてみます。確かにあのスモーキーな香りはちゃんとしますね。お店で作る時のハイボールは大体仕上がりがアルコール 12-3% に作っています。こちらは 9% ということなのでちょっと優しめですが、何か、食べながらお肉とかバーベキューとかそういう時にはこれぐらいのアルコール度数でもいいのかなと思います。で、1本あたり確か650円とかするのでしょうか。割高かなと思われる方も多いと思います。なかなか今白州のウイスキー1本購入するのは困難になってきました。そして、こちらでしたら1杯2杯分ぐらい取れますので飲み切りサイズということで、今貴重な、ジャパニーズウイスキーの原酒を使ったハイボールということではお値打ちかなと思います。どこかで出会ったらちょっとお試しいただきたいハイボールです。缶のハイボールです。と原材料名モルトと炭酸とだけですので甘味料ですとか、香味成分とかは着色料とかは入っていないというのが、このすっきりした美味しさの秘訣でしょうか。美味しいです。